皆さんこんこにちはニュース解明へようこそ。ロシアは最近、アメリカと NATO にオファーを出し、交渉に臨もうとしています。そして、中国共産党陣営の動きも活発になり、中国の弟分の北朝鮮が1月5日に弾道ミサイルを発射したと疑われています。そして、中国のもう一つの弟分であるイランは、バイデン政権をイランでの核取引交渉に引きずり込みました。さらに、香港を食い尽くす中共は 国家反逆や反乱扇動などを禁止する香港基本法第23条を立法化しようとしており中共の本土での弾圧を香港に強要し世界に影響を与えようとしています中共はアメリカの内部や国際的な主流派に認められていないニカラグア共和国のオルテガ政権という新たな弟分を迎えましたそして台湾の中華民国との外交関係を断絶し台湾大使館の資産を差し押さえました中共は何を計画しているのでしょうか アメリカとその同盟国は準備ができているのでしょうかでは今日のゲストをご紹介します。財団法人台湾地古市委員立文さんですこんにちは今週はアメリカ、日本、オーストラリアで大きなイベントがあります。日米両国は6日に2プラス2の外交・防衛会議を行う予定です。そして日本はオーストラリアとの間で過去60年間で最も重要な防衛協定を締結することになります。 この協定には、共同訓練、迅速な展開、共同戦力の強化なども含まれています。そして日本はイギリスとも同様の協定を交渉中で、フランスもまた日本と同様の協定を結ぶことに意欲的です。アメリカの主要な同盟国が連携を深め、軍事的資産を増強して、互いに支援しています。 最近、日米両国は共同演習の規模と内容を継続的に強化しており、昨年12月にはアメリカ海兵隊と陸上自衛隊が北日本の沖合でドラゴン・オブ・レジリエンスという演習を実施しました。彼らは共同でミサイル、航空機、艦船、レーダーを駆使し、海上の標的を破壊しました。架空の敵は明らかに中共でしょう。アメリカ、日本、オーストラリアの新しい情勢についてどう思われますか 2022年の年の初めですが非常に不安な感じがします今年は習近平にとって非常に難しい年になるかと思います理由はとても簡単で周辺国に民主主義国家の軍事同盟のようなものができたからです軍事同盟により中共への共同抵抗がますます活発になり準備が整えられました それから、先ほどのお話にもありましたが、日米2プラス2の定例会とは別に、現在、日本とオーストラリアは60年ぶりの大規模な軍事協力協定を結びました。そして、日本からもオーカスに参加する意向を示しています。オーカスは、アメリカ、イギリス、オーストラリアの原子力潜水艦の協定です。それから、もちろん、フランスはインド太平洋地域で何かをしていると思います。 今日のこのののここ状況をを見ても、各国はは、は長いい準備期間ししまままた。た私はこの原点はトランプ氏の時代から始まったと思います。なぜなら、トランプ氏のアジア太平洋戦略は、現在もインド太平洋戦略と呼ばれ、健在だからです。前にも述べたように、過去30年間のアジア太平洋地域におけるアメリカの戦略は、地域の平和と安定を強固にするために、2国間の米軍協定に依存してきました。 例えば日米軍事同盟米韓軍事同盟米豪ニュージーランド軍事同盟米非軍事同盟米韓相互防衛条約などセンスの骨組みのように太平洋全体に広がってますそうするとアメリカはセンスの軸になって二国間の関係でアジア太平洋地域の安定を維持していましたしかし中国の台頭に伴い特に中共による軍事的脅威により太平洋における軍事的状況はますます深刻になってきています トランプ氏のインド太平洋戦略はこれまでのような二国間ではなく雲の巣状のものです。今では多国間が雲の巣のようになっていて米軍の同盟国である限り米軍の同盟国自体がつながっています。ですから日本とオーストラリアのつながりあるいは私たち台湾と日本台湾とオーストラリアのつながりが見えてきます。こののののようにの巣上に雲れていくのがわかるのです。 これでは、中共が対中同盟を破るのは容易ではありません。なぜなら、これらの国は互いにつながっています。どこか一箇所が壊されても、全体がつながっています。はいしたがって、民主主義と自由主義の国々が政治、外交、軍事の面で団結して、中共のこのような無謀な行動を効果的に抑止するということです。バイデン政権のアメリカ国防総省は、世界の軍事展開に関する報告書を発表しました。 その中で、今後の米軍のインド太平洋地域全体への軍事的な展開を明記しています。日本は、特に南西諸島の軍事基地を強化したいと考えています。オーストラリアの軍事基地、さらにはフィリピンの軍事基地、そして太平洋地域の米軍基地、バイデン政権はこれらすべてを強化したいと考えています。これまでバイデン政権は、米軍の60%の軍事力をインド太平洋地域に配置してきました。 また、アメリカ政府は過去最高のアメリカ軍事費を承認したばかりです。2022年の国防予算軍事費は7779億ドルに上ります。2022年国防権限法では、バイデン政権の今後のインド太平洋地域への防衛、その軍事力が大幅に強化されていることがわかります。これは一つの側面です。日本も同じです。日本には10年間の防衛計画の対抗があります。 私の記憶が正しければ過去にあったと思います。2014年、2015年頃当時の安倍首相が提案しました。その際、日本の軍事費はすでに大幅に増額されており、安倍元首相自身も少し前に台湾での講演で、中共の脅威に対処するため、任期中に日本の防衛費を大幅に増額した、と語りました。現在、岸田文雄氏はすでに、今年に日本の新しい10年間の防衛計画の対抗を。 早めに改定すると明らかにしましたまたオーストラリア国防省は将来的に防衛予算を再編成すると発表しました日本も台湾も同様です台湾では特別軍事予算を成立させたばかりです2025年までにはさらに軍事強化のために2400億台湾ドルを費やすことになってます空軍と海軍の強化みんな準備をしています 私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。